茎の園庭は、京都市北区のヒイラギア地域にある、一級河川、鴨川上流部に建設された、重力式の砂防ダムである。高橋と正田橋の間に位置し、茎の砂防園庭、ヒイラギアダム、鴨川の滝とも呼ばれている。鴨川の洪水等に伴う土石流や地滑りを防ぎ、土砂、水量の安定に資している。園庭は幅約96メートル、高さ約7メートル。 計画調査量は15万立方メートルで、石を組んだ外観が特徴的である。農業用水を採取する遺跡の機能も持つ。この用水は、上鴨の田畑を経て、上鴨神社境内を流れる、明神川に合流している。水深がわずか2メートルしかなく、園庭内への立ち入りや、飛び込み行為は禁止されている。味園橋や古城大橋をはじめとする鴨川の橋梁が、 流されるなど、市内各所に大きな被害をもたらした、1935年の京都大水害を受けて造成された。なお、これを補強するため、さらに上流にも中津川砂防園堤が設けられている。園庭付近は、数多くの時代劇の撮影地として知られる。また、園庭の北側左岸には、ヒイラギや運動公園が、右岸には、ヒイラギやダム西側公園と呼ばれる。 浸水公園が造成され、それぞれ休日を中心に賑にわっている。ただし、京都府鴨川条例に基づき、この地域での河川地域での打ち上げ花火、バーベキュー等の行為は禁止されている。ありがとうございます。